月初日をお送りしますイエーイ全然言わないって言わない人全然言わない人お願いします願いします。今日はラストアイドルの皆さんが、はい、衣装ですよね。衣装です。とっても可愛い。みんな一緒ですか？そう、あ、いや、ちょっとずつ違くて、違うんですよ。あ、ここでイラストって書いてるの？あ、そうね、私は前に書いてる。私は背中に。かわいい。私も背中に。結構バラバラです、うん、かわいい。人によってものが違うんですね、書いてるものが。そうなんです。安田さんは初めてですもんね。そうです、初めてです。お邪魔します。よろしくお願いします。全く初めてですか？競輪は本当に初めてで、あの前ほのぴーとみさきさんが出てるのは見たことあるんですけど、実際見るのは本当初めてなんで、ちょっとドキドキです。頑張りも頑張ります。頑張りも教えてもらいます。1番トドリキ久成選手、以下ご覧の通りです。はーい、いただきます。トドロキさん、トドロキさん、入れますよ。これは安田さん見て分かりますか？これ7選手が走るんですけど、はい、うん、1番から7番までこう色が振り分けられているんですよね。はい、ほうほう。選べるんですか？色は色は選べないんですよ。その日に来て何番かっていうのは分かるみたいなんですけど、こう7種類色がありまして、でこんな風にラインで並びます。うん、今回は3社4社の2分線となっています。はい、うん、2分線2分線ですね。3人と4人がチームになって走ります。なるほど、うん、点数で見ると3番の選手が89点で一番高そうですね。本当だ。どうですか、ね、ありがとうございます。できました。お、西村さんいけますか？お願いします。ドルン、西村ボックス、二社団ボックスと、1441の500ポイントずつなんですが、ちょっと控えめに行きました。一発目なので。そうですね、ポイント控えめ。はい、1441だと本命どころですね、だいぶ。はい、本命になっちゃった。これでね、コーラが、あ、こうだ。はい、なるほど。もう後半に行くにつれてバンバン上げていくんで。上がってきます。はい、ごめんなさい、コーラすごいコーラすごい、なんか強調しちゃうでも西村の2位がな、そっか、ないな、これはないわ。なんで、ね、分かんないですよ。2はないわ。来たらすごい。46はまあもしかしたらあってもおかしくないけど、うん、ちょっとあの自転車がぶつかっちゃったりして、今日雨なんでね、つるんと行っちゃって確かに、もしかしたら何があるか分かんない。はい、6も結構あの競争得点低いから、あの俺行けちゃったみたいなパターンあるかもしれないの知れないの。西村ミシャタンボックス400倍とかありますね。うん、24か、すごい。確かにな。合計金額800円。書かなくてもいい。書かなくてもいい。できました。お、安田さんいけますか？どうぞ。ドーン、473と437。わ、すごい。4つ。なるほど。これはどういう予想でしょうか？すごい。え、これはあの4の、あ、すいません、あ、ありがとうございます。小室さんがあの差し、うん、はいはい、とかがなんか強かったので、うんうん、あの抜かしそう、うん、かなって思って、うん、73はちょっと強そう、ただただ強そうって思いました、うんうん、ありがとうございます。ありえる、ありえる、全然ありえるの。こんなにつくんですね。なんで、これめっちゃつく。473なんて全然ありそうですけど、126倍、うんうん、ないですか？73、あ、そっか、7、めっちゃつく。ありえるよ、すごく。ありえる、うん、と思っちゃいますけどもだって強いもん、ね、満車に400ポイントずつ当たっちゃう。はい、いけますか？お願いします。はい、はい、卓上カメラで、ここでも見えますかね。はい、ではここでいきましょう。私は前髪切りましたかわいい。お団子かわいいの。はい、
食べちゃいました。7、3、なんか7と3が、7と1と3を結構入れてるんですけど、あと4を。なんかそれで7が、7と3の九州のチーム、はい、をにかけようと思ってこれにしたんですけど、ちょっと不安なので347と473もちょっとつけてみました。おでもこれでも結構347だと40、50、30倍くらい、結構いいですね。オッズは確かに。あ、私は今日しっかりと耐えてきちょっとまだ初心者すぎて全然わかんないんですけど、でも絶対になんか1の方をすごいノーマルな感じですけど、ちょっと一挙、あ、一緒だ、本当だ、当たれば嬉しいね。じゃあこれ当たったら嬉しいです。本当に1ですよね。なんかあの小室さんがとどろきくんを目標にってコメントがあるから、やっぱそういう目標ってことは、やっぱ背中を追ってるのかなって思って。なるほど、確かにコメントで。そうですね、とどりきさんか、なんだとどろきさんじゃない、とどろきさんだったら買ってたわ、1 あ、買ってるわバニラアイス。さあ、締め切り2分前になりました。そうそう、真面目に予想してますか次の予想してますよね。真面目な、真面目、ちょっとあの頑張ってあの理解できるようになりたいんで。えらいかよ。伊沢さんはいつも真面目なタイプですか？全然なんですかそんな感じじゃないんですか？でも結構真面目だと思う。根は真面目です。やってみーちゃん。え、私ですか？え、わかん、でもなんか面白い発言をよくされてますね。え、須田さんはこのイメージだ。どこ、先輩は西村さんが先輩ですか？ここがあの1期生で、私が2期生です。後輩です。でも年は間です。私が一番下です。一番下で若いですよね。20歳ですよね。なったなりました。え、そうなんだ、お酒飲めるじゃん。そうですよ。ありがとうございます。今年21です。え、そうなの？はい。あ、そうだったか。え、今年21ですか？はい。え、じゃあ普段もお酒を飲みますか？いや、でもあの弱いんで、全然強そうな顔してる。そうなんですよね顔だけはめっちゃ強そうって言われます。若い、ね、グループの中では若い方ですか？いや、多分上中ぐらい、真ん中くらいか、ちょうどいいところだ。多分本当真ん中ちょうどいい。西村さん一番上です。上です。ダメですもんね。ダメです、25ですよね。そうなんですよ、25で、それで一番上ってね、なんか変な感じです ね。プレッシャーですよね。もうやめたくなっちゃうもん。やめたいですか？やめたら私がやめたくなっちゃうんですでもやめたら最年長になっちゃうから。いくつでしたっけ？私24になります。やめたみーちゃんは最年長。一期ちゃんとワレと誰だっけ、みーちゃんとワレとゆきで、奥村。ああ、そっかそっか。二レース目からは。あ、じゃあもうやっぱり予想しといた方がいいですよね。やっぱりちょっと予想しよう。ちょっとね、真面目とか全然できないですよ、本当に。イエイ。何イエイ。そう、なんか皆さんどういうキャラなんですか、グループ内では。え、キャラないです。なんだろう。ほんわか、こんな感じは。誰にでもなんか尻尾振ってるイメージ。ねえ、嫌だ、その言い方よくないじゃないですか。誰にでも納得。そんなことないですよ。うまいなと思いますよ。違います。でも西村さんもそういう感じある気がしてたんですけど、違いますか？わかんない、炎最年長。しっかりしてる。え、しっかりっていうか、あの人見知りで意外と。嘘だよだからあの全然あの自分から話しかけたりしないです。でしょ。確かに私が話しかけました。好きなんです。推しメンでめちゃめちゃ話しかけて仲良くなりました。あいりちゃんはずっとボケてる。そんなことないですよ。ずっとボケてる。でも今日
この3人がボケなんで間だからちょっとちゃんと突っ込まなきゃなって思って西村さんは間なんですねよボケの間ボケじゃないですかねボケみんなボケなボケだから大変なことになっちゃうだから今日はちょっと突っ込もうと思って私も突っ込みに回りたいですみんなが突っ込むほうちゃうんですかそれじゃダメそれじゃダメに回りたいですグループの中で突っ込み担当の子はいるんですか、いるかな突っ込みマナティとかあでもなんかメンバー同士で突っ込み合いはあんまないかないねマジマジとか結構うまいあさあ結果をお伝えします。二社単41450円、三連単416280円となりました。すごい416おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい嬉しいですね。一発目で嬉しい初めましてで、はい、ね確かにすごい初めてのレッスン安田さんすごいですね。嬉しい初めから1番山中隆弘選手以下ご覧の通りです。これは最悪です。最悪ですか。72が 2.4 倍しかつかない、うん、あら低い。なるほど。もっと安くなっちゃいそう。並びが出ています。2社2社3社で3分線です。でもこれは72でしょう。ここは72かな。できました。はい、ではお願いします。ダデンダデン271721、2300ポイントとコップを500ポイント、うんうん、で232300ポイントで2721000ポイントです。おあれ27なんかオッズがちょっと上がった気がする。あ違うか、下がったんか。下がっちゃったんですかね。下がったんか、うん、72が安いのかもっと。72のが人気ですかね。72.8 だ低い。でも271はマサさんの間をマサさんになかった1を入れている。はい。マサさんのなかった1を入れてみました。3分前となりました。3分です、はい、結局237のボックスにしました。はい、ボックスで300。すいません、失礼いたしました。はい、こんな感じです。なんかどんどん下がりますね多分。723が本当ですね。723も273もちょっと低めですね。うん、私は127ボックスで200ポイントずつで、27は2社単で500ポイントちょっと高めにつけました。なるほど。それなんか一番下にもう一個ありませんか。最初300で買っちゃって、もう一個200で追加してっていう感じ、合計500にしました。なるほど。オッズが277に低いので、うん、そこにポイント追加したと。はい。さあでは結果をお伝えします。2社単72240円、3連単723650円となりました。おめでとうございます。すごい。私いや、私もだ。あ、消しちゃった。ごめんなさい、丸つけたのにもう終わったかと思って3連単が当たりました。2社単が当たりました。72がね、当たりましたね。そうだった。惜しい。何してんだろう。惜しい。でもこれは悔しいですね。まあ、しも悔しい。西も皆さんポイントどうなりましたかね。減っちゃった。めちゃめちゃ減った。ポイント減ったね。皆さん同じようなポイントが残りましたね。同じぐらい1万3、4、5千ポイントぐらい減っちゃいましたね。減っちゃいました。もう乾杯でございます、ね、お花もちょこちょこっとつきましたけども難しい。難しかったですね。ちょっとさても回収率見ますか。やだな、見たくなさそう。見たくない。やめますか。見たくない。あれ、アリちゃんすごいよ。すごい。ではお見せください。トゥイン。ダイン。トゥイン。おお、なるほどな。はい。なんとも言えないんですね、でも。ね、ちょっとね、うん。よろしくないですね。はい、まあ、初めてにしては。16%はやばいぞ。そう。じゃあこっち見ていきますね。足で1桁。はい。ドゥルン。おお、すごい。1桁だ。100超えてる。すごい。私が。思いのほか思いのほかいきました。すごい。631でしたね。いいね、そんな数字。いい倍率当たりました。畑さんが 18% か。ねえ。かっこしい。
お花が一つでしたかね今日は ね、 そうでした ね、 ね、なかなか難しい日でしたね。皆さんどうでしたか今日は。どうでしたか。めちゃくちゃ楽しかったです、うん、でまだ全然しあの今日やっとルールがなんか分かってきたので、うん、ちょっとまたできる機会があるんだったら、うん、もうちょっと頑張りたいなって思います、うんうん、初めてにしてはねよく当たった方だと思います、ね、畑さんどうでしたか。はい、なんかやっぱ改めて今日4回目なんですけど出演させていただけるのがなんか改めて競輪難しいなって思いました。うん、うん、でも、ね、なんか結構やり方なんかとかは分かってきたんですけど、うんね、もし次また機会があったら頑張りたいと思います。頑張れ頑張れ。じゃあ最後に志村さんどうでした。楽しかったです。また呼んでください。またお願いします。4月15日愛を知る発売。生きてりゃいいこと。